日銀が金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の修正を見送り、現状維持を決めたことを受け、市場では株高円安が進んでいます。日銀の会合の結果を受けて、10年ものの国債の金利が急速に下がっています。日銀の金融緩和策の維持を受けて、日経平均株価は一時600円以上値上がりしました。